ということでコーヒーを飲みつつ、最初のピーイング読み上げます、こんばんは、譜面を見ながらベースを演奏する際に、アンプをしている曲を演奏する時に比べて視野が狭くなってしまうことに悩んでいます。できればリハーサルの時点で全曲アンプしてるくらいで、挑みたいと思っているのですが、追いついていかないことが多いです。なるほど。リンさんは曲を早く覚えるために意識していることはありますか？またその場で譜面をもらって初めて演奏する際など、視野が狭くならないように気をつけていることはありますでしょうか？なるほど。質問がいっぱい入ってるけど、とりあえずね、譜面を読む能力と他の人たちの演奏を聴きながら、こう自分バンドがグルーブしてるかどうかをこう判断しながらってすごい難しい作業でしょ。なんかね、俺ちなみに譜面をあんまこう読まないように しちゃう人なんだけど、要はどういうことかっていうと、譜面がもう苦手っていう自分をまあ知ってるから、譜面をもう見ながら弾くっていう風な、もう頭をもう切り替えちゃうわけ。どういうことかっていうと、まあ要はだから極力曲を覚えていくし、譜面はもう本当にメモ程度としてしかも扱ってないわけ。要はその頭の切り替えが、できてるから、多分曲に入り込みやすいんだと思うんだけど、で俺の昔いた生徒で、同じ悩みをね、俺に言ってきた。要は譜面見ながら演奏するのもこうなんかこう演奏しながらだとこういろいろ集中ができないみたいな。一つじゃあ逆に俺質問なんだけど、そういう人に対してどっちが得意ですかって話で、譜面を見るのがすごい得意な人、譜面を読むのがすごい得意な人、あと譜面は全然読めないんだけど、覚えて体に入れちゃった方が楽な人って多分2パターンか、まあもう両方超完璧にできる。まあ両方超完璧にできればすごくいいんだけど、その生徒に言いたかったのは、どっちが得意なのって、どっちが得意だと自分思うのって聞いた時に、譜面見る方がアンプするより譜面見る方が得意ですってその彼は言ったから、あ、じゃあもう覚えることしなくていいよ、もう譜面読むのに集中して、じゃあ今からその曲やってごらんって言ってやらせたのね。そしたら結局譜面もそんなに追えてないわけよ。譜面を追いながらも、A マイナーだから、こうやって動いてみたいな感じだったわけ。結局ね、どっちかにした方が俺はいいと思う。だからまず最初に自分はどっちにが合ってるかを、判断して、譜面ちゃんと、もう譜面一字一句ちゃんと読めるようにしたらきっと譜面見逃さないでしょ、音楽的には。だからまず絶対譜面をね、こうなんか本当にクレッシェンドとかそういうところまで全部読んで感じ取って弾けるんだったら、俺覚えていく必要はないと思うんだよね。だけど譜面がそんなに完璧に読めないっていう状態なんだったら、ちゃんと曲は聴いていくべきだし、事前に渡されてるんだったらね。なんかわかんない、日本の人たちって結構ほら完璧を結構求めちゃうからね、こう間違ったら怒られちゃうみたいな感じで俺はやってたからあれなんだけど、ってことで、要はどっちが得意かまず自分で、判断して、で得意な方を俺伸ばせばいいと思いますよっていう話。次の文章ね。できればリハーサルの時点で全曲アンプしてくるくらいで挑みたいと思っているのですが、追いつかないことが多いです。それは訓練じゃないかな。もうそれはもうやって俺だってどんだけやってきたか。逆に言ったらもう譜面を読まないってことをもう捨てたから、譜面を読まないっていうか、譜面は得意じゃない、俺は耳で追う方が得意なんだなっていうことに気づいてから、もう覚えるということ、まあ覚えるのがもともと得意だったっていうのももう本当にあるんだけど、なんだろうな、もう曲をとにかく覚えることにもう集中していっぱいそれをやれば、それは訓練になるから俺続けるべきだと思う。曲をコピーするっていうのをもう耳だけでやるっていう訓練ね。そう、それは結構早い段階からやった方がいいと思います年取ると覚えるということが面倒くさくなったりして、それこそ譜面に頼ったりとかってなっちゃうから、なるべく若いうちから、耳で取るんだったらもう耳で取る訓練をなるべく若いうちからやった方が俺はいいと思います。リンさんは曲を早く覚えるために意識していることはありますか？早く覚えるために意識しているというか、普段生活してて早く覚えなきゃいけないっていう瞬間がそんなにないので意識はしないんだけど、ちょっとこれは、アメリカの楽曲と日本の J-POP の楽曲で、今俺がやってる仕事の感じと、あと日本でやった時の仕事の感じの曲のテイストがまず全然違うという前提をまず知っておいてほしいんだけど、こっちの曲ってリフがメインなんだよね、結局。まあ俺そこが好きだからアメリカに住んでるんだけど、例えばでマイケル・ジャクソンの曲とかリフずっと一緒じゃん。リフずっと一緒だけどコード進行が変わっていくみたいな曲がこっち多いわけだから、覚えやすいのよ、すごいこっちって。わかる？でも日本の楽曲ってちょっとそうじゃないじゃない。コード進行があって、そこにメロディーが乗ってて、そこに歌詞が乗ってて、でコード進行っていうのが例えばとか、結構ねやっぱ日本の楽曲ってコード進行がまあ多いなってすごく思い、それは全然悪いことじゃなくていいこと、まあ良くも悪くもっていうか、まあ、どっちでもいいんだけど、捉え方なんだけど、すごいコード進行が多いから覚えづらいと思う。これは大変だと思う。でもそれでも俺は日本でやってた時全曲覚えるようにしてた。どんだけ大きい会場、3000人クラスとか1万人クラスのフェスティバルだろうが、俺は譜面は見なかった。うん。なぜならもう譜面を見ながら演奏するというのが苦手というふうにもう自分で判断したから。で耳がいいって自分で、己を知るって大事ですよこれね、実はまた別の動画でちょっとちゃんとした映像で動画で作ろうと思ってる、ちょっとメンタルの話をしようと思ってるんだけど、やっぱね自分の得意不得意をしっかり自分で判断して自分の得意な部分を伸ばす、自分のダメだなと思っている部分をこう鍛えたいんだったら鍛えるって言って、己を知る、自分のことをしっかり知る必要があると思う。で、また話戻るけど、日本でやった時はどんなでっかい現場でも基本的には譜面は置いてあったけど譜面はほぼ見てませんでした。もう譜面を見ずに、周りの人たちとのその温度とか楽曲の歌詞とか、そういうのを考えながら演奏するように僕は心がけてました。リンさんは曲を早く覚えるために意識していることはありますか？またその場で譜面をもらって初めて演奏する際などに視野が狭くならないように気をつけていることはありますでしょうか？あ、ごめん、一番最後の部分はちょっとまだ触れてなかったけど、俺はとりあえず、自分がどっちが得意かを判断して得意な方を伸ばすべき。譜面が得意、耳で追うより譜面が得意なんだったらもう譜面がっつりもしっかりも絶対一字一句わかんない一語一句こう間違わないで、間違わないっていうかなんつうの、もうパッて見てね、多分譜面が得意な人ってそうなんじゃないの？パッてその譜面見た時に、ああなるほどね、もうこういうコード進行ね、あーオッケーオッケーみたいな感じで多分やれると思うから、そっちが得意なんだらそっちに徹するべき。音符がねこう指定されてる、現場って俺基本的にやってないっていうか、俺だって自分が不得意なの分かってるから、俺あんまそういう仕事取ってないわけ。そうそう、ちょっと前になんだっけな、あれブログだかツイッターだかで忘れちゃったけど、そのね、俺がよく一緒に演奏してる人たちも別に譜面全然読めない人が多くてさ、どんだけね有名な人とかすごいでっかいステージでやってる人でも別に譜面読めない人がいるわけ。でその譜面読めない人たちはもう譜面読めないから俺の人生終わりですなんて1ミリも思ってないわけ。スタンリー・ランドルフってね、さっき、俺実は YouTube チャンネルにスタンリーと一緒に演奏してる動画を上げたばっかりなんだけど、後でチェックしてみて、スタンリーが MI、こっちの MI 学園ってね、ESP、MI ミュージックインスティテュートっていうね、こっちの専門学校で、クリニックしてる動画 1時間ぐらいやってる動画があるんだけど、それぜひみんなチェックして、もう彼の演奏も超素晴らしいし、言ってることも素晴らしいから、彼が言ってるのは、結局彼もね、そのクリスティーナ・アギレラの現場かな、その人の現場に着いた時になんかでっかいそのリハーサルスタジオでその譜面が配られたらしいんだよ。だけどその時に彼が言ったのは、譜面なんていらねえよ、とりあえず曲送ってくれよ、曲送ったらもう全部ちゃんと俺は演奏できんだからって超絶ハート強いよね、現場でそういうこと言っちゃうって。でも俺それでいいと、まあわかんない、日本の社会は知らないけど俺はそのスタンスで別に、だってその人はそれで別にやってるわけだから、だからそういう人もいるってことはまあ知っとくべきだと思う。譜面がハマる現場、あと譜面がなくても別にハマる現場っていうのはそれぞれあるから、例えば自分がどうしてもやりたい、ミュージシャン、アーティストがいて、その人がもう絶対譜面でコントロールしてる人だけど、俺は自分はその人と絶対演奏したいっていうんだったら、絶対譜面は読めるようにするべきでしょ。だから自分のなりたい自分が、とか自分が目指してる部分が譜面読める人だったら譜面読めるようにするべきだし、いや自分は別に譜面読めない人でも、なんか例えばそのスタンリーみたいに譜面読めなくてももうフィールだけでやれるドラマで自分はいいと思うんだったら、そういう風にするべきだ。己を知ること、自分が得意としていることをしっかり判断して、自分、誰に言われようが俺はこういうやり方なんだっていう風に言えるぐらい、その技術を伸ばしていく、それは必要なんじゃないでしょうかね。うん、で、続きいきます。はい、コードに対して頭の中でメロディーを作れないといけないと思うんですが、メロディーを作れないといけないと作れたら最高だけど、パッて聴いた時にまずその曲のキーが分かるという前提と、なんならコード進行もやっぱつかめないと俺は先に進まない気がするかな。音楽聴いた上でその曲が何のキーでしかもこの曲やりたいんだけどこれの半音下げでやりたいんだけどって言われて対応できるだとか、それはね、セッションミュージシャンになりたい人がもし今見てる7人の中にいるんだったら必要不可欠なんじゃないかなって思う。それの練習法っていうのはやっぱりコピーしたり、なんか何でもいいんだよね。ペンタトニックでちょっと弾いてみて、なんかそのキーが分かるだとか、多分ヒントっていっぱいいくらでもあると思うんだけど、でしかもそれも人それぞれなんだよね。アドバイスも人それぞれ。最初からそのソロもいっぱいいろいろ弾こうとする必要なんてないでしょ。うん、別に1音だっていいわけ、ソロなんて。うん、はっきり言って、コードトーンの練習をし、コード構成音を体に入れていくしかないでしょうか。コードトーンの練習っていうか、それもコードトーンの練習もコード構成音も、当たり前のように知った状態にしといてください。うん、これはなんだろうな、その人がどうなりたいかによるけど、俺は、自分が演奏する上で、それ入ってなかったら、だってそれこそ視野が狭って待っちゃうでしょ。入ってたら相手が出してる音も理解できるし、きっと譜面に書いてあるコードもパッてイメージが湧くわけじゃない。だからコードトーンの練習だから、コードの構成音、例えばやっちゃった、だからC メジャーだったらすげえすごい歪んじゃってるけど、だからドミソシみたいなことなんだろうけど、そんなのはもう当たり前のように体に入れた方が俺は得するよ後々って思うから、うん、当然だけどコードトーンとかコードとか、ベーシストだからコードがわからないとか、ベーシストだからこうキーボードの人が上で鳴ってる音がわからないっていう風にするのは、俺はちょっとそれは音楽家としてこう一歩足らなくなっちゃうような気がする。うん、それはもう関係ないから、ベースを選ぼうがよくあるのはドラマーだからちょっとコードのことわからないとか、ドラマーにしろベーシストにしろコードのことを分かってないと、それは一瞬音楽作る上で後々大変になっちゃいますから。うん。ぜひそれは知っといてください。自分が歌いたい内容とか自分が話したい内容というのは結局自分がコピーしてきたものになっちゃうわけ。どういうことか分かる？だから例えばじゃあハドリアン・フェローってベースプレイヤーいるでしょ。ハドリアン・フェローのソロとかハドリアン・フェローが弾いてる内容をひたすら1年間コピーしたらきっとその人はもうハドリアンになれるわけよ、うん、なぜならもうその人が喋ってね、その人が弾いてる内容だってもう理解してね、そうやってやってるわけだから、まあ、それっていうのは自分のこう言葉の栄養素になるから、いろんな人をコピーして、だからハドリアンだけじゃなくて他の人とかまあ、俺がおすすめするのはベーシストはベーシストのソロをコピーしない。ベーシストだろうがサックスの人のソロをコピーする。俺は結構ボブ・ミンツァーとかイエロージャケットが好きだったから、ボブ・ミンツァーとかあとパット・メイセニーとかね、ギタリストだったら、まあ、パット・メイセニーも同じ弦楽器だから本当は変えるべきだ。ピアニストのソロとかそういうのをコピーするべき。なぜならこれ前のツイッターライブでも言ってたけど、結局その指の動きで制限されちゃうから、なんか指板上こういうふうにしか動けないからこういうソロしか取れないって、それはもうちょっと音楽の制限がかかっちゃってるから、そうじゃなくてピアノとかサックスの人がどういうふうにソロ取ってるか、どういうふうにアプローチしてるかっていうのをまたちょっと研究するといいかもしれませんな。身を良くする練習のちょっと前に、まず、ソロを、初めて聴いた曲でもパッとこう曲を取る、ソロを取るコツとしては、まずはもう大前提に当たり前だけどコードトーンもコード進行、コードの構成音とかも知ってる状態で、キーをパッと掴む、ゲップしちゃった、キーをパッと掴むっていうことも、パッとできるような状態にした方がいいんじゃないですか。まずそれをしてからいっぱいソロコピーして、でコピーしたソロを、そのまま弾かないっていうか、ちゃんと自分の言葉として弾いていく。サックスのトランスクライブいつも大変そうね。サックスの人のねコピーすごい大変だと思うんだけど、でも指で別に追いつかなくても別に口で歌うだけでもいいんじゃない？要は頭で鳴ってるかどうかっていう話も前にもしたけど、頭で鳴ってればまたそれもいいわけ。それはそれでそのソロのコピーとか、延長上の話ね、これすごく大事だから絶対これ逃さないように。要は、そのソロをコピーしたりした後にそれがこう自分の言葉にならなきゃ意味がないわけ。さっきも言ったけどだってさだって今俺は LA に住んでてね、ちょっとバーとかに行ったらハドリアンとかね、普通にそこに見に来てるわけよ。でそこでハドリアンのコピーしたフレーズとかをバーって弾いたら、ハドリアンはあれ俺のソロだなって思うでしょ。だってそんなのが普通にこっちで現実的にあるわけだから、そういう場所にいるとね、俺はこう人のソロをコピーしたりするときに丸パクリはやっぱしないわけよ。やっぱ丸パクリしたら丸パクリなのすぐ分かっちゃうからね。だからその先が大事で、そのコピーしたソロとかを自分の言葉にする、自分の他のフレーズとつなぎ合わせて自分の言葉にするとか、自分が得意だったフレーズとちょっと合わせてみるとか、とにかく自分で試行錯誤して、取ったソロは自分の言葉にしてください。ということで次の質問大丈夫かな。ついてこれてる？俺の説明がちょっと荒いけど、でも一応少しずつ進めていきますよ。あともう10分ぐらい、10分もしないな。ちょっと待ってね。次の質問、8人の方々ありがとう。実際に会ってみたいキャラクターいますかこの質問はちょっとよく意味が分かんない。キャラクターってきっとそのアニメ的なこと、俺ねあんまアニメ見ないんだよね。多分世代とかそういうのもあるかもしれないけど、俺あんまこう2次元に生きてないっす。それだけお伝えしておきます。ということで次の質問、音楽活動においてアメリカより日本の方がしやすい面はありますか。そりゃいっぱいありますよ。みんな遅刻しないしみんなちゃんとスケジュール守るし、決まったスケジュール通りにみんな動くし、お金が払われないってことも少ないし、わかんない。日本で俺が経験した感じはそうかな。ちょっとベースを化して、どうだろう。音楽活動においてアメリカより日本の方がしやすいことはいっぱいあるし、アメリカの方がしやすいなって思うこともいっぱいある。さっき電話がかかってきちゃって切れたんだけどさ、さっきの電話は何かっていうと、今週の木曜日この今週の木曜日空いてる、とあるベースプレイヤーが、ちょっと他のスケジュールで、ダメになっちゃったから、何時に集合、何時から始まるイベントでっていう風に来たんだけど、要はもう2日後のライブですらドタキャンがあるわけですよ、うん、でこうやって俺みたいな人にね、俺みたいな一つが俺みたいなペイペイにこうチャンスが回ってくるわけですよ。しかもこれさっき電話で聞いたらキーボーディストはデニス・ハムっていう人が、デニス・ハムってみんな知ってる？サンダーキャットのバンドでキーボード弾いてる人が、俺まだ一度もやったことない。まさかこんなチャンスに生まれるとは思いませんでした。ということはまあそれはどうでもいいんだけど、まあこっちの人たちはもうドタキャンが多いから自分にもチャンスもいっぱい回ってくるし、すごく楽しいね。もう刺激だらけだね。もう今週の木曜も超楽しみだね。音楽活動においてアメリカより日本の方がしやすい面はありますか？それは時間も守るし、みんな真面目だからすごくしやすいです。ただ、音楽活動において日本の方がしづらい面が一つあるとしたら上下関係です非常に面倒くさいですね、うん、非常に別にね、それを聞いて不快に思う人もいるかもしれないし、だからといって今から俺は例えばじゃあ年上の人に対して「ヘイ!」なんて言わないよ。もちろん言わないし、それはもう日本で育って日本でやってきたからそんなことはもうありえないんだけど、でもやっぱこっちの人たちって一応サーとかマダムとかその上の人に対してそういう言い回しとか言い方はあるし、そうリスペクトさえあれば俺は、その人をサーと呼ぼうがブラザーと呼ぼうが俺は構わないって俺はこっちで習ったんだよね。習ってるっていうかそういう風に暮らしてるわけ、うん、で俺はそっちの方が合ってた。なぜならやっぱ上下関係のせいで自分を出せないっていうのは、俺はそれはアートを殺してしまうと思ってしまうから。わかる？どういうことか。アーティストで成功してる人って結局もう自分よがりなわけですよ。まあわかるでしょ。だってアートも自分が全て、自分大好きっていうかもうそれでいい、うん、でもなんか要はこいつ自分大好きだなみたいな目とか目線とかその自分大好きな感じやめなさい、なんかあんまり見苦しいですよって上から押さえつけられるっていうのは、それはこっちではありえないわけ、うん、わあいいねその感じ、なんかもっと出しなよみたいな感じがやっぱアメリカのやっぱこうまあそれは自由だよね。本当にこっちはそういうの自由だと思う。だからなんか態度がでかかろうが、もう態度がでかい、なるほどこの人はこういうキャラクターなんだなっていう風に見ちゃう感じは俺は好きです。だから俺は日本の人たちでなんか例えば俺に対してこうなんかねこうちょっとなんかこう年下でこういう風に言ってきても俺は別にまあなるほどそういうキャラなんだねって別に思うだけ、うん、別に何とも思わないし、今から俺は上の人に対してヘイって言うつもりもない。さっきも言ったけどこう上下関係がちょっとアートを殺しちゃうっていうのはもしかしたら一理あるかなって思ってはいる。これははっきり言える。なんでリスペクトを持って話す相手をちゃんと選んで、それが嫌いな人もいるからね。っていうかこっちだってもちろんリスペクトがあったとしても話し方が嫌いな人もいるから、うん、だからまあ人によってその態度を変えるのもちょっと違うんだけど、ちゃんと自分を持ちつつ、ナイスで Be nice、 もうこれだね。 Be nice、 ナイスにすること。まあでもなんかとにかく、一緒に音楽やってんだから、でそこに自分が呼ばれてるんだから、やっぱり自分をちゃんと出すべきだし、自分はこういう人間だっていうアピールは俺は必要だと思いますよ、うん、まあそんな感じかな。でもとりあえず環境は自分で選べるし、自分に合ってる場所なんて別にアメリカ日本以外だっていくらでもある。いくらでもあるわけね。イタリアとかドイツとか、ドイツ行ってるミュージシャンの友達もいるし、ね、アフリカンミュージックが好きなんだったらアフリカに行けばいいし、現地の本物のやつを見るっていうのはすごくおすすめです、うん。そうだから、まあ、音楽活動においてアメリカより日本の方がしやすい面は、まあ、さっき言ったそういう面で、アメリカにもいっぱいやりやすい面があるし、アメリカにもいっぱい弊害がある、うん。現にアメリカすごく住みづらい。カリフォルニア州はもうタックスが超高くてね、タックス、税金だから、そのこっちで確定申告してんだけど、もうすごい量のお金を捉えられちゃいますよ、大変ですよ、でそういうのもあるし、まあ、音楽活動においてっていう質問でしたね、皆さん最後にもう質問ないですか？もうこれで1時間経ったから、もうこれでバイバイしますけど、なんかまあ実際にベースの質問とかねあったらまたぜひしてください。ありがとう、本当にありがとう、すごく感謝してます。 I love you ということで、皆さん今日も良い一日を。そっちは朝でしょうか？またね。